おはようございます。ティレと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。デパートに大体置いてあるゲーム機って、あのデパートのゲームセンターコーナーに置いてあるゲーム機って、まあ人気どころ多いじゃないですか。だからその分ちょっとマイナーなゲーム、例えば最近アーセナルベースとかありますよね。あれデパートのゲーム機にないんですよ。ちょっとマイナーなんかな、やっぱりあの手のものって。なんかまあ本当のなんかゲーセンっていうとこ、ゲーセンに行かないとないゲームっていうタイプですよね。あとはじゃあゲーセンに逆に置いてあるゲームって何かって言ったら、太鼓の達人なんですよ。で、太鼓の達人ってまあ僕昔結構やってたんですよ。まあそんな上手かねえけど、うん、今やったらめちゃくちゃ上手くないです。で、昔からある曲ってその入った時に分かるんですよ。なんか鬼譜面が曲のさ前奏を聞いただけで分かるんですよね。もうだからねっていう前置きが入ったら時にもう分かりますもん。その前に、クレライダー！おーはぎ、おーはぎ、カモンベイビーアタック、カモンベイビーアタック、お前の攻撃全部ミス。バーティー、おはせでいきたいと思います。うん、こいつもなんかめっちゃ流行ったよ。うん。今まで紹介してきたチームの中で、おはぎ。おはせを紹介してまいりました。そして今回お花です。しかも今回はですね、おしゃれにも入っておりますんで、かなりガチ寄りの話になってきました。戦場に咲く最強のバラ、咲かせてみせよう。まあ、知らない方のために言いますと、オートハーワは大目玉とはぐれメタルのことです。彼らはまあ簡単に言えば攻撃を無効化することができます、こう行動後に。なのでじゃあ残りだから、その2体に攻撃が行ってしまうこともあるし、残り1体が硬ければ全然ダメージが通せない鉄壁構成になるわけですね。全体攻撃が少なくともね、握手ない。おーアーストロン、イエー、早いねー。早速行動しました。大目玉アーストロンが入りました。これでもう、あ、もう逃亡完了です。これでこうなるともう向こうの攻撃をほとんど受け付けない状態になるわけですよ。残り1体のナイトリッチは残されましたが、全体攻撃に関してはほとんど無効化状態。そしてな、まあこの、うん、こんな感じだね。で、ナイトリッチの硬さというものは皆さんご存知でしょう。46。そしてナイトリッチ、今回はね、おはぎではなくおはなな理由です。ナイトリッチっていうのは単純明快で強いんですよ。ギズモと違う、大きく違う点は、あー来ちゃったね、やっぱり。まあ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 。来たとしてもこれ。もう硬い。うん。十分に硬い。ナイトリッチである利点っていうのは、ギズモでは HP が380点なんですよ。え？それは知らない未来だわ。うん。ギズモって HP 低いじゃないですか。ナイトリッチなら HP がもう800ぐらいあるんですよね。だから HP にはちょっと克服できてます。本来の筐体ゲームだとギガデインクラだともういきなりきついなーっていうライン入ってるんですよ。ただ、ナイトリッチを入れることによりね、HP の向上、そして何より火力もね、高いんですよね、素で。もう素でナイトリッチのね、大気は高い、わー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 やっちゃった。いや、失礼しましたーっと。ナックルスタンプが、まあ、だから、基本的にはこうやってナイトリッチいっちゃうんですけど、まあ、判断力の低い相手ならもう、食らってもこんなもんですから。食らっても、たとえ食らってもこんなもんですよ。ナイトリッチに一応乗りをしてまいります。ああ、外してますね、これは。リッチは火力もあって普通に強いんだよね。まあ、だからこそみんな筐体ゲームで使ってきたわけですけども。はい。そして今回は、おしゃれ着を搭載しています。今までのゲーム。今まで、おはせやおはぎの動画では、おしゃれ着をちょっと採用してなかったんですね。今回はおしゃれ着を採用してます。HP の上がるおしゃれ着と、特に大目玉。素早さのケアがしづらい大目玉のことを考えて、素早さを埋めにしてますね。なので、大目玉の素早さは、180くらいじゃないかな。うん。というわけで、かなり強いんじゃないかな。
まあ、懸念点を言うとすれば、今までのね、おはの二人の、まあ動画では散々紹介してますけど、彼らが先制できなかった時です。そうすると、耐久の低い大目玉に攻撃が集中するんで、とにかく大目玉、はぐれメタルはまだなんとかなりますよ。はぐれメタルの硬さはそこそこなんで、なんとかなります。ま、先制してくれるんですけどね。あー、その、よいしょ、失礼。まあ、こうなれば大丈夫です。まあ、この2体が基本的に先制できないってことは、モンスターマスターだったらないんじゃねえかな。おはせはちょっともう不安しかなかったけどね。おはせはもうダメだよ。スノーアストロンの素早さが問題だからね。ニードラッシュ来ちゃったか。あー、まあね、しゃあないね。ここでナイトウチが食らうのは仕方ないんですよ。割とこのゲームって、例えばボストロールとメタルキングを共存させた時って、戦士の皆さんならあると思うんですけど、あの時って、ボストロールに攻撃集中するじゃないですか。なんでメタルキングに行かねえんだよってみんな思ったことあるじゃないですか。それは、判断力の問題ですね。あ、白、下にテロップ、今いつもこれ言ってるんですけど、テロップ出すときます。判断力の問題で、基本的に、その、弱いところを狙うモンスターの方が多数なんですよ。圧倒的に。圧倒的多数です。なんで、どうしても、この2体が固まったところでって感はあるんだけど、ま、判断力といっても、ブレる可能性があるんで、ちゃんと。それもあるし、普通に低いやつもいるから、全くもって無駄ではないというステータスですね。あとはまあ、大魔王攻略もね、もうおしゃれに今回ガッチガチなんで、まあ、本当に先制できてんね。先制できてる、先制できてる。いい感じだよ、アーメン。オーメンか。アーメンじゃねえわ、神だわ、それ。神に祈り捧げしまったわ。なんで避けてんの、お前はさっきから。お前別に避けることしてねえぞ、俺のチーム今回。さっきからぴょん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 するけどね、君もね。そんなに避けるモンスターだったらもうさ、おはぎである必要ねえんだよ。本当に。なんでそんな避けてんの。まあ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 、もうリーサルなんで大丈夫です。大丈夫大丈夫。で、さっきサソリアーマーはね、地味にね、すかしてくれましたね。ああ。ああ、まあまあまあ、食らっても143でございます。はい、終わり。これはね、もう定期的に来るおはですよ。もう、世界に一つどころか、たくさん咲いた勝負の花ですよ。何が花やねん。おいいねー、これ大魔王的にもいい相手なんじゃないかい、ちょっと。久しぶりだわ、最近なんかさ、なんか、いきなり合体モンスター出て処刑確定したことばっかだからね。いや、嬉しいね。お前はどれぐらい抵抗してくれるんだい？親方！上から、剣が！さあ、とりあえず開幕とどめ打って、このターン怖いですね。大目玉とはぐれメタル。うわぁ、大目玉！はぐれメタルもダメだ！頑張れみんな！耐えろ！この一旦を耐えるんだ！ミスオール！ミスがいました。僕見てました。ミスいました。硬すぎてミスになってるんやん。多分当たってないじゃないと思う。大魔王の攻撃に外すはなかなかないから、多分ダメージが入ってないんだな。マジかよ。ナイトリッチ硬いな、お前、やっぱり。まあ、これがお花という名のね、ナイトリッチですけど。誰がうまいこと言ってたんですかね、おはぎ、おはなって。おはめは流行んなかったかな。ちょっと一時流行った、ほんのり流行ったんだけどね、あれは。で、大魔王戦でこいつらが懸念するのは、大目玉と、あとは勇気っすね。この2体、大目玉とはぐるメタル。赤技を使うと勇気が溜まりづらいんで、ジオスマーク全体攻撃には全然大丈夫でしょう。な、ナイトリッチの硬さを見せますね。なんやこれ。いや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 。すごいね。びっくりだわ。45やもん。ナイト1勝てえなー。よし、オッケー。スパッと大魔王戦行かせてもらいましょう。勇気問題はまあでも今の時点でもうこんだけ溜まってるから、だいぶ余裕だと思うよ。さあ、赤面カモン。俺たちが望んでんのは強い相手なんだ。オシャレギーもつけたことだしな。来た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 ー！お前のような強いやつと相場見えること楽しみにしていたぞ。
さあこれはいい戦いにしようや。いやーちょっと厳しいのは一つあるんだったら6300削れるかな。打撃耐性持ってんですよね。でいろんな技に耐性持ってるって考えるとちょっと会心打点ないときついかも。200打点。あーちょっとハグメタル逃げてないじゃん。おいハグメタル、えハグリン、ちょっとマッハハグリン、マッハハグリン、じゃあマッハハグリンミスー避けたんかお前避けとる避けとるよかった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 、よく避けた。あれ、よし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 、ハグリン避けた余裕のムーブじゃねえか。ずいぶん余裕ぶっこいてんなまあ大目玉はよく逃げた。あれ食らってたら死んでた。いやーダメージが通しづらすぎる。こいつはマジでダメージ当然。そうエルギオスの難しいところって耐久も高いんだよなこいつ。属性耐性高いから会心をポンポンポン出さないときついかも。この2体は会心率がもう素早さのおかげで、素早さとの総称効果でだいぶ上がってるんで。さあ大目玉、オッケー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 、さすがにおしゃれ着2台、おしゃれ着のおかげで素早さがかなりキャッチ。ちょっと、ああ。まあまあ、ここで動かれるでしょ。あ、オッケー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 。全体攻撃ならまあ、オッケーですよ。うん。いいねー。オッケーオッケー。耐えてるよ。いい感じに耐えてますよ。そう、耐え切るわ。エルギオスの攻撃に耐え切る。受け止めるではない、今回は。耐え切ってみせよう。なるほどね。まあまあ、順調でしょう。このターン頼むぞ。いてつかはどうの可能性もあるけどね。オッケー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 、飛び上がって体当たりアストロン、いい感じいい感じいい感じ。耐えきれば勝ちだからね。オッケー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 。ハグリンも動いていく。いいよいいよ、勝てるよ。かなりいい感じに勝てそうやぞ。よし、大丈夫大丈夫大丈夫。焦らず焦らず。ジャガン、オッケーオッケー。まあまあ、ナイトリッチだけだから食らうのは。さあ、今んとこね、かなりひどいパターンを引いてますか。オッケー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 。うん、ほら、大丈夫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 。全然大丈夫。オッケーオッケー。いやー、ボーダーだ。とどめボーダーが足りてねえな。明らかに。素晴らしさ特化にしたから最終奥義はつけてねえぞ。そう、最終奥義まではつけてないからな。ただ、こいつの場合、みんな大好きの高校凍てつく波動は打たないんで、余裕を持って2ターンであと、1000ちょっと削ってくれれば、オッケー。1000ちょっとやったら、まあ、ちゃんと当てれば大丈夫。オッケー！よし、しっかり当てれば大丈夫だよ。しっかり当てれば1000はいけるからね。あれ？ハグレメタル逃げてない。え、悲しみ、え？あ、やべ、それ、悲しみやばい。あ、リッチ受け止めろ。うぅー、リッチが受け止められない。やばい。ハグレメタル逃げてない。ハグレメタル逃げてない。ハグレメタル逃げてない。あー、危ねえ。どうしよう。SB 使いようがない。このターンの、このチームの懸念点もう一つありました。SP を使うことが理論上できない。もうここまで来たら。そうだね。SP 使ったら行動ランダムになるからさ、死んじゃうよね。そうだね。これ SP なしでいこう。SP はなし。大丈夫大丈夫大丈夫。SP なしでいこう。それなら。SP を使うと、下手に使っちゃうと死んじゃうから逆に。頼むぞ、二人とも。頼むぞ、応援。オッケーオッケー。あとちょっと、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 あとちょっと。大丈夫、あとちょっとだよ。え、あれ、え、ハグレメタル、え、ハグレメタルどうすんねんお前。うわー、危ない。あー、危ねえよ。頼むぞ、ハグリン、ハグリン頑張れ。よしよしよし、あとはリッチに任せろ。あとはリッチ取る前になんでる。大丈夫だ。よしよし、暗黒の呪文を放つ。はい、よしやったぞすごい、咲いたわ咲いたね君たち。ただ俺一つだけ言いたい。おしゃれに挟んでこれか。いや、おしゃれになかったらじゃあ死んでるんだよなこれ。
はぐれメタルの方がもはや素早さ不安だったんだけど、よかったよかった、でもよくいけたよくいけたよくやったよお前たち。いや咲いたね、戦場の花。お花、何がお花や。